それでは参りましょう岡崎さんのニュースコーナーです原岡崎さんよくお似合いでんいやクリスマスでしょクリスマスですね仕事ですからそうですね、はい、これも大事な仕事と思って、はい、え今日は恥ずかしいですけども絶対照れ笑いしないと思って <laughs> 今口を毎日もんにですね、はい、とこ結んで カメラを見てましたすごくお似合いだなとやっぱ大人になるとね何かこうクリスマスって楽しませてあげる側に回ったりすることも私親としてね結構あるんですけどんかこの格好するとんかちょっとメガホン持ちたいなとかケーキ屋さんみたいな感じなんですけどかわかんないけどちょっと楽しくなってくるようなねい感じがありますがだんだんリラックスしてきましたさてでは今日のテーマは何でしょうかそうなんですねあの 矢島さんがですね日銀の修正の話をしてましたけども、うん、ちょっと見方変えた方がいいんじゃないのと,、はい、というのはとりあえず住宅ローンの話なんですけどね、はい、なんか電話が鳴りやまないらしいんですよ金利が上がったらどうしようかどうしようかって言うんだけどこれやっっぱちょっと誤解解かなきゃいけないなと思うんですね。はい、5回というのは、えー、まずこの表からいきましょうかね、はいえー、こちらです。 あの住宅ローンの話なんですが金利が上がったら困る困るというのはなんで困るかというとですね今、変動型の住宅ローン金利変動型で借りている人がですねすごく多くてえこれねあの公開されているデータがないんであくまで観測記事だと思うんですけど約9割らしいんです。今新規のそううですかかだら変動型っていこととは金利が上が上ると 連動してローン金利がが上るから、はい、例えば当初お、まあ、何千万かあって毎,毎年の支払いが100万とか200万だったのが、えー、200万になったらどうしようかとか300万になったらどうしようかその心配があるっていうのが一つですよね。で私の若い頃はもう全期間あの固定型っていうのが基本だったのであんまり金が上がっても関係なかったんですが今の若い人たちはやっぱりこの変動型がすごく多いので困ると。ただそうは言うんですがあのかなりですね今。 守られてるんですよ守られてるっていうのはあのと,とりあえず半年に1回見直しのタイミングがあるとか、えー、それからどう,うですかね急に上がることがないように返済額の1.25倍を超えないようにするとか、うんえー、それからまあそのどういうんですかね、えー、と基準金利があるのである程度上がるときの上限が決まってるとかいろんなことがあるんですよ。はい、で繰り返しますがこの変動とか 固定とかいろいろ分かれてますがこの固定のほうは一応データとしてはきちんと公式データがあるんですが変動型というのはその変動型金利を提供する金融機関ごとにバラバラなんでそうですね実は中身については分かりませんが繰り返しますが消費者といいますか債務者を保護する形になっているので急激な変動はまずないということこれが今日最初にお伝えしたいことです。さてて公式データを拾い集めてグラフにすするとこんんなな感じなんですね えっと公式データというのはまず普通預金金利、からいきましょう普通預金金利これ過去15年ぐらいなんですけども15年ぐらい前はかろうじてあったんですが今もう0.001%ぐらいですかね、この青いところですね。 でこれはなぜかというと日本銀行の政策金利これは無担保コールレートオーバーナイトというやつなんですがこれはマイナス金利でリーされているので、うん、まあ若干プラスはつく中ですねで次に、えー、っとどこにしようかな短期プライムレートにしようか、はい、この短期プライムレートというのも公式記録が残っているんですよ。よこれはまあ 日本銀行の記録で短期プライムレートというのはプライムつまり優遇されている企業向けに短い金利の短い期間のですね金利はずっと1.5%で正確に1.475だったと思いますけどねここで固定されていますと、はい、でさらにやっと住宅ローン金利に来ました変動型住宅ローン金利の店頭表示というのがあるんですよ。表示いいいううののは銀行に行ににったら看板に書いてある金利っていうのが、はい 2.475で背負かれてるんですよ一応この三つなんですがところがですねネットとかで、あのー、いろんなこう仕組みを、えー、と条件をいくつもいくつも重ねて、まあ、保険に入りなさいとかあるいは期間をこうしなさいとかあるいは所得がこれだけあればとか,なんか多分あるんでしょうねそのネットでこれ某インターネットの経営の銀行のレートがたまたまデータが 2014年から13年からかなあったのでこれをつなげてみたらこんなグラフになったんですけど、はい、とにかくまあこれが上がったらどうしようかということなんで,で上がるとしてもこの、えー、と点灯表示というのはこの短期プライムが上がったらこれ連動しておきますからまずこれが上がるかどうかなんですね、はい、ただこのここの緑のグラフについて言うとここからここまで上がる心配は確かにあるにはあると。うん あるにはあるんですが冒頭でお話したように、えー、保護されてますから急に上がることはないので慌てることはねじっくりニュースをよく読んでくださいというのと、えー、このうちのマーケットアナリストを見てくださいと <laughs> お伝えしていきますからというのてここでですねここまでの話というのは住宅ローンを借りている人これから借りる人債務者あるいはまあ消費者と言ってもいいんで,いいんですけども金利が上がったときに困る という立場でで今目線で話してますかし我々、えー、国民個人家計というのはそういう消費者であると同時に実は投資家でででもああるわけすすよあー、まあ、確かにそうですね資産を持ってますから、はい、これは負債になるわけですけどね。でその負債と資産という考え金利っていうのは債務負債からいくとですねコストが上がるっていうことになりますけども、うん、一方で資産つまり投資家から見るとこれは 普通預金でも何でもそうですしあるいは国債利回りでもそうですし配当でもそうですけどもリターンが上がるという2つの要素があるんですん、はい、えちなみに日本の国民家計部門というのは、はい、皆さんご存じの通り、えー、膨大な金融資産を持ってますよね。2000兆円持っていってそのうち半分の1000兆円が現預金だということはご存じだと思うんですが一方で、えー、これは日本銀行が発表している9月末現在の資金循環表家計部門の え資産と負債の両方の中から例えば負債では住宅ローン住宅ローンを日本国全体では何兆円持ってるかというと200兆円しかないんですよでそれに対してこれが負債ですが資産として日本国民は原油金を1,000兆円持っていると保険年金を550兆円ぐらい持ってるのかなで株式をちょうど住宅ローンと見合いの200兆円ぐらい持ってる投資信託が100兆円弱持ってる債券対外資産外貨帰金ってこんな感じになってるんですよ。 ということは、こっちの金利が上がるときに当然こっちの金利も上がってきます。上がるはずなんですよ。っすねはい、こっちだけ上がるわけはないので、でそう考えるとそんなに悪いことばかりに目を向ける必要はないんじゃないのかなと。もちろんこれは個々人の差がありますから、うちの家はこんな資産がありませんとローンばっかりですという人もあるだろうし、一方ではうちは住宅うちの家は住宅ローンありません、現預金ばっかりですという人もあるんですが、ここで大事なことは国全体 日本という国全体の中で日本の家計という全体の中でこの金利が上がることがいいことなのか悪いことなのかとこの発想が特にうちのような番組資産運用を考える番組では重要になってくると思うんですねで、そこでちょっと計算してみましたはい、えー、住宅ローン二百兆円こっち一千兆円それぞれありますねこの三つぐらい見てるんですけども例えば金利が上がった時にこっちの金利が何パーセント上がったらチャラになるか えー、どれくらいでしょうね、えー、もう計算するの大変なんで何百兆円って話なんで大変なんでこんな形になりました、えー、ともう一回、えー、この、えー、どうですかね仕組みを説明しますよ、はい、仮に住宅の金利住宅の負債がすべ、うん、て変動型だったとしましょう、はい、固定の人がいません200兆円、うん、全部変動型だったとしましょうと。 で変動型でということはででも上がるることは確かにあるわけですよ、えー、で仮にさっきの200兆円が1%上がると1年間で利息が2兆円上がるということなんですけどもそれを補うためにはそれぞれの利回りが何上がればチャラになるかという計算をすると例えば国内現預金は約0.2%ぐらい普通預金金利が今0.001ですけども。 0.2まで普通預金上がってくれたら実はこれ総裁されるんですよ<ー>あるいは保険年金の利回りが0.4%弱0.35ぐらいかな、はい、上がったらこれ総裁されます株式なんかも配当利回りが1%上がったら総裁されるとだから今回金利が上がるということでなんかまたこれ守らなきゃいけないまたお金貯めなきゃってことでまた節約しなかった発想してるんだけどそうじゃないんですよ この金利が上がる中で我々日本国民がようやくデフレから脱却してインフレ時代になってそして2%を目標にしていこうという中で考えなななきゃいけないけのはやっぱり資産運用なんですよ、うん、でもちろんこれから家を買ってローンを返すという人たちはそのコストを考えなきゃいけないでも同時に自分の賃金が給料がどれぐらい上がっていくのかの計算をもう一回考えなきゃいけない。 でさらには、すごく静かだけども、えー、借金を返しながらも資産運用を続けていくあるいは年金なんかも自分で運用する時代ですからこれで選ばなきゃいけないその選ばなきゃいけない時に住宅ローン金利が仮に,仮にですよ1%上がることはないと思いますけども上がった時にやっぱりこの3つが多少遅れてでも、まあ、国内現預金がなかなか上がらないとは思うんですけれどもそれよりも先に保険年金の利回りを見直すとか。 株式の配当とかをもう一回チェックするとかこれ全体がこれがまあ国全体で行われることでおそらく金利の上昇のデメリットというのは金利上昇のメリットと大体相殺されてくる形日本の場合は特にアメリカとは違うのはもう貯蓄大国でありますからアメリカで起きた議論をそのまま輸入してですよ アメリカのモデルをそのままアメリカのテンプレートをコピーペーストして日本の経済にああのあの当てはめちゃだめですそういうのともすれば専門家がやるんですよ、うん、専門家こそそういうことやるんですよでもこの国はこの国独自の進化ですから愛が違います,、ね違いますよね、この国はこの国の経済モデルを作らなきゃいけないこの国の今の資産の状況,状況を考えながらここからの金利の上昇というものを考えなきゃいけないなと、まあ、そんなふうに思います。 2023年、まあ、この日銀の政策転換もありましたしいま一度こう自分の資産どういうふうに作っていくかというのを考え直すにこういいスタートになりそうですね。 なんだってここけるわけですよそうです、ね、今、問題はこの住宅の金利が上がるけれどもこの国内現預金の金利が上がらないこれでブー,あのブース、ブースか言ったら怒られるなこれにみんな不安なんですけどこっちもある程度上がってくればこれは総裁される国としてでも得られるわけなんですけど時間がかかります、はい、まあその間にこれを少しずつこういったものにシフトさせていくこういう努力がやっぱり必要になってくるかなと思います。そうで,すね、でもそのためにはやっぱり勉勉強強しななくちゃいけないまあ勉強といけととう 怒られちゃうので、あの楽しく、とりあえず眺めてもらえば、見てもらうだけでいいです。まずはこちらのマーケットアナリスト毎週ご覧いただくと見てもらうだけでいいかもしれません。はいということで、2022年最後の YouTube 配信となります。最後でしたね。そうなんです。もあの楽しいクリスマスですね。もう一回かぶりましょうか。はい。そして素敵な年末年始をお過ごしください。皆さん来年もどうぞお元気で。来年もよろしく。